新増山レナのあなたと作るワールドピース。こんにちは。世界を楽園にする映画監督アーティスト増山レナです。毎週増山レナのドラゴンチャンネルをお聞きいただきまして誠にありがとうございます。本日は横浜にあります県民ホールギャラリーより中継して収録をお届けしております。この間いろんなことがございまして、今週1週間を振り返りながら今後の展開や、そして人工知能とコラボをした新しいアートシリーズを始めまして、このアートシリーズについてのご説明を本日させていただきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。まずですね、この人工知能との初めてのコラボレーションということで行ったパラレラーズというシリーズのアートシリーズ、絵画なんですけれども、こちらは人工知能が作った AI のデータを元に、それを巨大なキャンバスに貼って、それをさらに手を加えていくという形のアートになっているんですが、これはただの絵画ではなくって、今起こっている事象について、芸術家たち、そして研究者、人工知能の開発に取り組んでいる日本最先端の、研究者とともに芸術家がこれから起こることを可視化していくという実験的なプログラムになっています。この絵をどうやって、始めたかということを、後ほど、ラジオのお聞きいただいている方は、音声なんですけれども、YouTube、Facebook 動画等で、公開していきますので、解説を絵の前でしていきたいと考えております。まずですね、最初に、取り組んできましたのは、もともと私がラジオでも何度かお伝えしております映画都市造の刀という国際映画を作っている中で、この映画と連動して主演の源幸四郎さんと絵を描くということを始めることから、このプログラムが、実現してきました。でその時にきっかけとなった絵、パラレラーズ、ゼウスと都市造という絵がありますけれども、こちらも美術館で展示をしていますが、こちらはまだ人工知能と、一緒に描いたというよりは、全部自分たちの手で描いているんですけれども、時空を超える旅をしている虎の絵なんですね。これは和田敦也さんとおっしゃいます美術評論家で、そして映画祭の実行委員者でおられて、また配給会社の、代表取締役でおられます和田敦也さんから依頼を受けた絵画がベースになっています。この和田さんから依頼を受けまして、私それを半年ぐらいですね、筆が進まないって書いてなかったんですね。映画の撮影もあったりとか、なかなか時間が取れなくて筆が進まないというのを見ていた源幸四郎さんが、ちょっと増山さん、僕たちのギャラも払ってほしいし、依頼の絵は描いてくださいよ、みたいな感じでお手伝いをいただくことになったんです。源さんはもともとむさびのご出身で、漫画家を目指されて、漫画家さんのアシスタントをされていたこともあって、すごい描くのが早くてうまいんですよ、単純に。で確かになと、受けてる絵が今も5枚ぐらいあって、それを描かないといけないんですけれども、いやちゃんと早く描かなきゃなということで向き合い始めて、でこの時のお題としては、時空を旅するトラベラーズ、虎の旅行者ですね。でどういう時代で何を描くっていうのは割と自由で、ただその誰みたいな溶けてる時計とかあるといいねみたいなお題はあったんだけれども、その後は自由に発想していいという内容でした。で私が描いたこうエスキースなんですが、私エスキースはあんまりカチッと描かないんですよね。でキャンバスの前で向き合いながら思ってることを可視化していくみたいな感じの描き方でやってまして、
で私がこう何か出張か何かで行ってた時に源さんに書いていただいている時に、源さんがなぜかですね、私が指定していないモチーフを絵に描いたんですよ。あれと思って、これ違う絵になっとるやんっていう感じがあって、ただ話してみてると面白いなと。時空を超えて、あの土方歳三とゼウスが E.T. みたいにこうシスティーナ礼拝堂にある有名な絵がありますけれども、そういった形でそれを模倣する形であると。で西洋と東洋が出会っていく、文化が出会っていくというのが映画の中でもコンセプトになっておりますし、この歳三の刀の映画でも、こちらはロシアの政府映画祭で、撮影したシーンですけれども、ロマノフ王朝の、ニコライ2世と土方歳三が剣を交えるシーンなんかもあります。でこれからユーラシア国際映画祭立ち上げまして、6年目今代表理事を務めておりますが、私たちのミッションとしてユーラシア大陸にある西洋と東洋、そして、アジア、アラブ、そして、インド、いろいろな国々の歴史を、重ねながらより深い文化の交流を目指していくということがミッションになっているので、そういった取り組みとこの絵画が重なってきたんですね。面白いねっていうことになって、じゃあそのギリシャ神殿と、この和の要素をミックスしてみようと、時空を超えて偉人たちが出会うストーリーを作ってみようかということを話し始めて、でこの歳三の刀には隕石の刀が出てまいりまして、この隕石の刀を持っていると時空を飛び越えられるというあのファンタジーストーリーになってます。そうしますと不思議なことに、あの自分たちの身の周りでも同じようなことが起こってくるという現象がありまして、例えばこういうことしたいなって思うと、それにまつわる方々の翌日道であったりとか、こう願いがどん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 叶っていく、こういったスピードで、すごいスピードで、夢が叶っていくということがありまして、こういうのをパラメクって言うんだよねって、こう映画歳三の刀にご出演いただいている、クリスチャンであり YouTuber であり、インフルエンサーのジョースターさんに言っていただいたこともあって、パラメクっていう言葉がこうチラ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 するんですよ。この、 あのパラメクというのは、パラレルワールドに行き来する、パラダイムシフト、社会がグワンと変わっていくところに、当然とことと考えられていた概念を劇的に変化させていく、そして、パラリンピックの多様性という言葉もこのパラっていう言葉にあるし、あとパーラーミーターっていうあの言葉がサンスクリット語でございまして、このパーラーミーターっていうのは完全という意味なんですけれども、人類ってひょっとして足りない部分を人工知能で補完したら完全になれるのかなとか、なんかそういう意味があって、でああいった絵を描くのって結構大変なんですよ。特に加筆してしっかり仕上げていくのが大変で、というところにミッドジャーニーっていうソフトが現れて、おやって、でミッドジャーニーっていうソフトはあのものの1分で指示を、任意の言葉を英語で出すと絵が出てくるんですね。でその絵っていうのがしっかり書き込んであったり、もうちょっとした画家はもう筆を折っちゃうかなぐらい完成度の高い絵が出てきます。でこれって本当に面白いなっていうことで、じゃあこれ描きながら誰か芸大生でも雇おうかなんて話してて、依頼の絵全部終えるのには増山さん一人じゃ足りないよねみたいな、じゃあどなたか雇おうか絵が上手い人をみたいな話をしてたら、おやってそれ人工知能でよくないみたいな感じになって、面白いから人工知能で絵描いてみようかっていう話になったんですよね。でミッドジャーニーを使いこなしているイサム君っていう、あの源さんの舞楽座さんのこの初期メンバーの方がすごくお詳しくていろいろ教えてくださって、でじゃあこの人工知能で作ったっていうことを、作品にしてみようかと。でちょうどあの
村田君吉さんといいます。日本憲法を朗読されている村田さんにノンウォー横浜店をお誘いいただいてたんで、じゃあすごい広い空間で展示できるんだったら面白いから新しいシリーズ作っちゃおうかみたいなと言いながら、実はなかなかできてなくて、でいろいろこれ間に合わないよねみたいな時に、この地獄の門と天国の楽園のイメージでちょっとミッドジャーニーベースで作ってみようっていうことになって、でただ印刷するだけではなくって、最初はコラージュしてペタペタ貼ろうと思ってたんですけど、やはりこう物質感っていうのも大事だということで P の120号のキャンバスに貼りました。この P の120号っていうのも横幅がロールで120センチまで印刷ログでできますよっていう業者さんがいて、それに合わせて一番貼れる大きなサイズはみたいなことで編み出して、で本当にぴったり綺麗に貼れて、で書いててその上に開筆するというスタイルなんですけれども、これがおそらく世界中で一番早く物質化して美術館で展示したという事例になります。でそれは展示して書き終わったものを展示するところだけで終わるのではなくって、面白いのはその前でトークショーをしたりとか、また閲覧者の方が美に来られて絵の中のモデルを演じていただいたりとか、また源光志郎さんにこう演舞を能の面をかぶっていただいて、能衣装を着ていただいて演舞をして、そしてその演舞をした姿をまた絵に描いていくという、絵とこの絵の中の世界と実際のこの空間、そしてこの絵というのはクラウド上にある電子空間によって編み出されたもの、それが貼られて物質化している、なおかつそれがこの会場で本当のキャンバスとして展示されている、それをリアルな人が見る、そこから絵の中から演者が出てくるような形でパフォーマンスが行われる、それってこう行ったり来たり行ったり来たりの相互交流といいますか、持続可能な電脳空間と、現実社会とのこう行き来する環境が生まれるわけなんですね。でこれっていうのは世界初の取り組みで、今後私たちの社会はおそらく電脳空間によってどん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 電脳空間が拡張して、自分たちの、今までリアルでやってきたことが減っていくという時代に突入してくると思うんですけれども、その中でいち早くそういった時代をどう生きるかということをこの、示しているのがこちらのアートになってきます。で展示をしながら終わらないんですよ。っていうのは16日のオープニングの記者発表には、東大の松尾研究所の特任教授、山川先生に、山川博先生にお越しいただきまして、基調講演をいただきました。でこの山川先生の放送は先週の、ラジオの方でもお届けしたんですけれども、先生が生命革命という言葉をこの基調講演の中で初めて提案してくださいました。これは人類は、たった一人の狂人がもし核のボタンを押してしまったらもう、終わってしまう、そういった発展しすぎた文明によって今まさに滅びる可能性をはらんでいる状況です。そしてそれは一人の狂人というだけではなくって、例えば、環境破壊についてもこれ以上海の温度が上がったら、生物はその生命を維持できるんだろうかと、生態系の上に君臨しているような人間っていうのは実はその人間を支えてくれる自然がなければ生存できないわけですから、このままでは多かれ少なかれ人間存在というのは経済を拡大しようとしながら実はもう自分たちの住む世界を終えようとしてしまってるんじゃないかという局面にあると。で人間は、自分の子供は可愛いけれども自分の子供以外の、
生物に対して愛着や愛情をなかなか持てなかったり、敵と認識すると。そうするとその敵を、倒すために戦いを始める。こういった歴史がずーっと長くあって、でこれを繰り返していてはいつまで経っても、こういつまで経っても世界平和が訪れないし、ともすればこう終わってしまうんじゃないかと。で山川先生はじゃあ人間は人工知能と一緒に新しい共存できる世界を作るべきなんじゃないか、そのためには人間の領域をある種人工知能まで広げて、そこまでを命と考えてはどうかというような提案をされていらっしゃいました。この生物革命後の世界がどんなものなのかということを、これから山川先生とともに私たちパラミターという団体で記者発表、絵画制作ですとか可視化をしていこうと考えています。また出版も考えております。なんですが、これこそが今人類が、そしてアーティストが取り組むべき最もホットなテーマなんじゃないのかなというふうに考えて取り組んでいるんですね。で、作りながらその科学者の方も私たちのアートに触発されて、新しい研究をしてくださったりとか、その科学者の先生方の研究に私たち芸術家が、こうするような形でアイデアを出していったりとか、こういった作業は本当にクリエイティブで面白いなというふうに考えています。で、ありがたいことにすごくメディアでのご評判も良くてですね、夕刊富士山に掲載をしていただきました。で、この記事が話題を呼びまして、実は8月の23日火曜日から8月の29日月曜日まで10時から18時まで追加の展示が決定いたしました。会場は横浜市山下町2番地地下1階にございます鎌倉美術さんというギャラリーになるんですけれども、この間毎日15時から公開制作ですとかトークですとか、関係アーティストと一緒に毎日発表の方を行っていきたいなというふうに考えております。このハラミタという言葉はアートコレクティブ集団をイメージした名前なんですけれども、この科学者の方と一緒に時代を切り開く表現を行っていくという、研究をこれから進めていきたいなというふうに考えております。で、参加してくださったアーティストさんの中にアリンさんというアーティストさんがいて、アリンさんは世界中をヒーリングをしながら旅をしている女性のアーティストなんですけれども、このアリンさんと世界平和ということですごく意気投合をしまして、一緒に活動をしております。で、この日本から世界に発信しながら人工知能と一緒に新しい時代の、感覚を作っていくという取り組み、ぜひ期待をしていただきたいなと思ってます。この絵柄についてもちょっと説明していきたいと思うんですけれども、この地獄の門、こちらは山本幸四郎さんが作られた演目で、ダンテの新曲を元に作られた、シリーズがございます。この地獄の門というのはダンテが描いた、この門をくぐる者は全ての希望を捨てよと書いてある地獄のシリーズで、どうやらこの地獄のシリーズの人気がとても高いそうなんですけれども、この地獄の門のシリーズの作品がこちらになります。で、この前に立って、これをできたらですね VR でもまた再現していきたいんですけれども、これ今人類が向き合っているこれからの時代を描いているのかもしれません。で、こういった絵の中で地獄の門の前に立った感覚っていうのをこの VR などでも今後再現していきたいと思うんですが、で、ここの先と地獄と、
世界を救うこの楽園に描かれている三美神、これ弁財天をイメージして描いているんですけれども、最初は私一人の顔だったんだけれども、この県民ギャラリーに来てから、複数のライブパフォーマンスと一緒に加筆をしまして、アリンさん、そして源さんの顔がここに描かれたりして、この下に実は横浜のドンであります航空機リース会社の会長様、中山監督ですね、中山監督が描かれています。中山会長はすごい世界一のランプのコレクターだっていうことが分かってびっくりしました。こちらは横浜、ユーラシア文化館さん の、 パンフレットで、こちらで1万5000点以上の、ランプを会長が持っておられて、1500点、なんか世界一のランプコレクターらしいんですよ。で、あるとあらゆる時代のランプを収集されて、で、人間は紀元前400年前から、ランプを使っていた。そしてその火を見ながら家族で語らったり、恋人が愛し合ったり、子供が成長したりする歴史があったんだよということを、会長様こんな素敵なコレクションを持っておられて、で、こういった人類文化史の象徴的なコレクションを持っておられるというのが、いや本当に面白いなと思いまして、一緒にこの会長さんとですね、文化をたどる旅をしたいなっていうことを本日は口説いてまいりました。そしたらすごくこの絵について、感動してくださいまして、お、そしてですね、ここにまた演舞の侍さんが描かれてるんですが、こちらこういろいろなこの人類の体験をこうベースにした人工知能のような救いの女神が描かれています。どんな風に展開していくのかっていうのが書いてる私もよくわかんないっていうところがこのシリーズの面白いところで、おそらくこの作家は、ミッドジャーニー、そして媒介である私アーティストがいるんだけれども、この空間で起こっていること、今この時代の後どこに行くのかということを考えてらっしゃる、お一人お一人のアイデアがこの絵を育てている状況です。考えてみますと、人工知能というのもミッドジャーニーもそのオープンなこの、回覧板みたいなところでみんなが指令をして、それに対してのレスポンスの絵が出てくるんですけれども、公開でオープンしながらみんなでディスカッションして発展し合っていく。人工知能もミッドジャーニーも成長するんだけれども、進化し続けるという意味では人も進化し続けているというふうに考えて過言ではないと思います。ご視聴をいただきましてありがとうございます。横浜には開発が頓挫したこの、カジノの誘致の場所がありますけど、あそこでネアンデルタール人から始まった人類の歴史、そしてもっともっとたどると、この隕石の中にアミノ酸が入っていて初めての生命がこの星の海に生まれたりとか、そういった歴史から始まってどんな文化があったのというようなことを分かるようなピースセンター作れたらいいなって思っています。世界で9つのピースセンターを作るという私の大いなる夢がありますが、そのうちの一つはひょっとして横浜で作られることになるのやもしれません。こういった出会いのきっかけを作ってくださいましたノーウォー横浜店の藤井代表、そしてお誘いいただいた村田君吉さんに改めてお礼を申し上げまして、本日の放送とさせていただきたいと思います。皆さんとっても忙しい毎日をお過ごしだと思うんですけれども、時々ふっと長い長い目線で時代を見つめたり、ご自身を見つめたり、そして今後どのような形で生きていこうかなって
何を見たら幸せかな、どこに住んで何を食べて誰と一緒にいたらいいかなって、その時にそのあなたの周りに、皆さんの周りにあるどんな絵があったらいいのとか、なんかそういったことをですね、ふーっとゆっくり感じる時間を作ってもいいんじゃないでしょうか。ありとあらゆる組織が変わっていく中で、本物の芸術は残ります。で、この本物の芸術に囲まれている本物の友情、芸術を作っている本物の友情も残ると思います。そういったグレートな輪が、私たちが作り上げたアートコレクティブハラミタです。ぜひ皆様もメンバーになっていただいて、そして私たちユーラシア国際映画祭も、メンバーを募集しております。年会費が11,000円、そしてサポート会員は55,000円ということで、ぜひ皆様も応援していただけたら嬉しいなと思っております。私たちはこういった国際文化交流で世界平和を実現しちゃうという大いなるミッションをもとに国際映画作りを進めています。そしてこういった展覧会も進めていきたいと考えています。大人の文化祭、命がけで遊びます。ぜひ皆さんと一緒に取り組んでまいりましょう。最後までご視聴をいただきまして、誠にありがとうございます。増山玲奈でした。先月からですね、こちら多摩レイクサイド FM での番組について新しくご協賛企業様、増えております、経済総合分析株式会社の木下社長様、誠にありがとうございます。では木下さんがゲストの回も今後あるかと思います。この放送は一般社団法人ユーラシア国際映画祭経済総合分析株式会社の提供でお届けいたしました。またお会いしましょう。